皆さんこんにちは、なるほどてんです。今日もミルクチョコオンラインで遊んでいきます。さあ今日はですね、こちらの、こちら剣ですね、ソードですか、MECHS.MECHA って書いてありますけど、こちらのですね、かっこいいですねソード、ダメージがどれぐらいかですねをお見せしたいと思います。普通でしたら116ですか。でヘッドショット110って書いてますよね、ダメージで。今回新しくアップデートで、キャラクターですか、ヒーローのところ下に真ん中にありますけど、こちらですね、キャラクターごとですねダメージ補正が違いますので、こちら一番右の紫のテオの 100% ですね、シールド君ですけど、こちらのインビジルブル君、忍者君は 130% ということですので、攻撃力がですね、30% アップということですね。ですので、どれくらいのダメージかですね、お見せしたいと思います。さあではこちらはウィーレグちゃんですね。ヒットポイント190なんですけど、さあ行きますよ、攻撃してみますね。てい150、すごい強い、いや強すぎますね、ダメージ150ですよ。で残りの次の2発目40というのはあれですね、残りが40のヒットポイントだったので40ダメージと。さあでは次ヘッドショットいきますか。165、もうほぼ一撃ですね。いやかなりこれはお強いんですけど、なんか最強の一撃みたいな必殺技ですか、会心の一撃ですかね、そんな感じですよね。まあ、ぜひですね、皆さんですね、こちらものすごくお強いですので、まあ、キャラクター補正ありますけど、ぜひですね、お試しくださいませ。私、動画撮れなかったんですけど、一回ですね、このウィーレグちゃん、ヘッドショットで一撃190ダメージ与えたんですけど、まあ、なんかバグですかね。多分修正入ってるかもしれませんので、まあ、もしかしたら一撃まだ倒せるかもしれませんけど、ぜひですね、皆さん、わかりましたら教えてください。では、今回の動画は以上です。よろしければグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いいたします。まあ、いろいろアップデートでですね、バリアとかもいろいろ機能ついてますので、よかったらですね、いろいろ遊んでみてください。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。